やっほー、皆さん。では始まり、皆さんこんばんは。 NLB48 7期生研究生のゆななんこと早川ゆなです。まずは軽くキャッチフレーズ、軽くというか自己紹介、キャッチフレーズ言いたいと思います。ゆなってなんなん、ゆななんなん、みんなの夢の中にもゆなな。ありがとうございます。大阪出身、高校3年生、18歳のゆななんこと早川ゆなです。よろしくお願いします。イエーイ、ありがとうございます。この番組は AKB48 グループのメンバーが月曜日から金曜日までリレー形式で個人配信を行います。毎回配信の最後でメンバー自らが次回担当してほしいメンバーに電話をして出演オファーをし、そこでトークテーマまで発表しますとのことです。アイテムを投げたりコメントを書き込むためには無料のアカウント登録が必要なので、ぜひ登録してください。無料の星ギフトはログインしたり各番組を一定時間視聴したりするともらうことができます。画面左下にあるツイッターマークをクリックして、この番組の宣伝をツイッター上に拡散すると番組中1回だけもらえちゃいます。ぜひ拡散してゲットしてくださいってことです。それでは現在のユーザーランキングトップ5を確認しましょう。現在は5位ひでまるた、4位オールドさん、3位なおっちさん、2位しんしんさん、1位とらまるさんです。イエーイ、ありがとうございます。なんか緊張します、普段のルームと違うとで、前回の配信者、同じ7期生の亀のジオンちゃんから私によろしくしてくれたんですが、ジオンちゃんは、7期生で最年少が2人いるんですけど、そのうちの1人で、すごくプライベートでも仲良くて、いつも懐いてくれて可愛い妹って書いてますって感じで、ミユだって、ミユ来てる、やーほーミユ、ユナくん緊張してますで、ね、今日は普通に声のレッスンがあって、そう、ワロタって言われてる、こんばんは、ユナなんかわいい、こんばんは。そう、今日はね時間がね短いので、30分しかないのでね、サクサクと行きたいのですが、ゆななん緊張してるって書かれてる、そう緊張してるんです、いつもと同じ部屋なんで、そう、なんかいつもと同じ部屋の方がいいかなと思います。若干緊張してる、なんかほっぺたちょっと赤くなってきた気がする。そう、トークテーマは今回は7期生の取説ということでちょっと考えてきたんですが、プープーちょっとボードに書いてきたので、もう早速いきますか、早速いっちゃいますか。7期生そう、 NNB48 の7期生が3ヶ月前に加入させていただきまして、その7期生のね取扱説明書を言いたいと思います。まあ早速、もう時間なんでサクサクといきたいと思いますねまずお一人目が浅尾桃香ちゃん、もっちゃんこと浅尾桃香ちゃんですね。もっちゃんはとても素直な子なので、すぐね結構素が出るっていうか、
ので、少しの上達も褒めてあげると喜ぶと思うので、皆さん、もっちゃんのこと、少しでもね、ダンスとか上達してるなとか、ちょっといいなって思ったら褒めてあげると喜んでくれると思います。もっちゃん。トリセツってなんか意外と難しくて、そう。どういう感じのこと言おうって、ちょっと難しかったんですけど。でね、何かね、もっちゃんに注意してあげるときとかは、ちょっとオブラートに優しく言ってあげると、もっちゃん拗ねないと思うので、優しく言ってあげてください。ね。で、次は、あゆよ順でいきたいと思います。二人目は、亀のジオンちゃんですね。ジオンちゃんは結構ね、7期生の中でもなんか推し、ジオンちゃん推しがすぐ推し変するんですよ、先輩とかの。なので7期生の中って DD って呼ばれているんですけど、あんまり DD と言い過ぎるとジオンちゃん怒ってしまいますので、あんまり言ってあげないでください。暴露って書いてる。次、コハタン。てかさ、あゆおじゅんやのにさ、コハタンちょっと、コハタンさ、まんめに書いてた、ごめんなさい。で、今のジオンちゃんの現在の推し状況は、アイアンさんらしいです。もう、LINE のね、LINE の一言みたいなのにもアイアンさんしか勝たんと書いているので、本当にね、 DD を卒業してくれたのか。あって、ほらジオン DD じゃないってきてる。いたジオン。DD さんが登場ですね。最初私とかオーディションの時、渚さんってこと言ってたんかな、ジオンちゃん。どうですか。次、コハタン。ごめんなさい、前後してしまってたみたいです。コハタンは、私と同じ、食いしん坊コンビで、コハタンとは、二人の名前が、パクパク隊って呼ばれてるコンビなんですよ、コハタンとは。なんで、特にね、コハくんはお菓子が好きなので、お菓子を与えてあげたら喜ぶと思いますね。コハくん、コハくんもずっとお菓子食べてるからさ、そう、癒し系キャラ、コハタほんと可愛いんですよ、コハくんは。ユナくんにはね、もうお菓子与えたらダメですよ、これ以上ね、顔がね、まん丸お月様になったらダメなので、はい。次、ファーリンこと黒田ふうわちゃん。そう、ふうわはちょっとね、難しかったんですけど、考えるのが。ふわりんは、よくね、目があったら、ウィンクしてくるんですよ、ふわりんちゃん。なので、皆さんも、目があったら、ふわちゃんにウィンクしてあげてください、グッて。ウィンクといえばユナですよね、やっぱり。そう、よくね、名前が出てこへん。なんかね、写真撮るとき、撮影とかがあったら、みんなもうすぐね、ウィンクしちゃって、ウィンクしすぎとカメラマンさんに言われたり。して最近はちょっとウィンクをね、封印してたんですが、ちょっとね、自然と出ちゃうんですね、私のウィンクは。ウィンクしてみて。ウィンクって感じで、もう一回やってウィンク。ウィンク、左あんまりしないかな、やっぱいつもやるとしたら右ですね。今さ、てか今日めっちゃ寒かったよな、本当に寒くて。前やったレッスンから帰ってきて、
もうポカポカのお家に行ってるのでもほっぺたが真っ赤かなんですけど、すぐね、あの暖かくなるとほっぺたが真っ赤になっちゃう現象がありまして、雪降ってる、寒いよな、レッサンお疲れ様ありがとう、嫌だなって言って、いやそう、今日も京都でね朝配信してたんですけど、朝配信でちょっとね眠たくてあくびをちょいちょいしながらやっちゃって、そしたらみんなカービィとか言ってたんですけど、みゆもうお風呂入ったやん、早いね、全然入ってないですよまだお風呂入ってないです、髪の毛もまだ巻き巻きしてますよ、全然お風呂入ってないです、帰ったばっかです、むしろこちら吹雪、寒い、ぜひね今日ね初めて見た初見さんも、ゆなのこと初めて見てよって方もコメントしてくださったら嬉しいですね。ではあの続いての7期生の紹介いきますね。あ、今取扱説明書っていう取説を話しております。次、さつき、あいかちゃん、あいかですね、あいかはよくねあの多分ファンの皆さんにも話題だと思うんですけど、アイピの前髪ってほんまに崩れなくて、なんかアイピ前髪を触ったら怒るんですよ、アイカは。なので皆さんアイピの前髪は触れないようにしましょうけどね、ユナはねアイピの前髪触るんですよ。アイピの怒ってる時ほど可愛いものはないと私は思いますもっとくってアイピの怒り顔が超可愛くて、アイピ全く汗かかへん、特にあの研究生公演もやってるんですけど、その MC がアイピといつもセットなんですよ。その時に隣のアイピはもう全く汗かかなくて前髪綺麗やのに、この人めっちゃ汗かくんですよ、やからもうあれ一人だけどうしたみたいな感じになってるんですけど、大丈夫そうですかね。そうそう、ひななの残り顔も大好きですよって書いてくれて嬉しい、やったやった、次ね、すみのわかなちゃん、わかにゃんは、わかにゃんはねもうね平山まいちゃんことね同期のまいちが大好きなので、まいちを与えといたら OK ということで、けどね、ワカナはマイティ以外はどちらかというとお姉ちゃん系な気がします。なのでユナはどちらかというといつも甘やかせてもらってるなと思うので、皆さんは甘やかせてもらってください、ワカナにそう、ワカナの方が年下なんですけど、一個見えないですよね。みんなさ、ユナ何歳と思う？あの、知ってる方は言っちゃダメですよ。多分、あんま見えないってよく言われてて。わなか。5歳。あら。14歳。皆さん何歳だと思う？ますか？この人。中2。赤ちゃん。5歳。5歳。15歳、7歳、3歳、0歳上にも下にも見える、ママですか、高1もっと下に見える、正解はね高校3年生なんですよ私あんまりね当てられたことがないんですけど、今日のね、みゆたんにはあの和田みゆさんとみゆたんには大人っぽく見えるって言われるんですけど、バブって、あらまあ、
知ってる。そう、動画なんですよね。グラビア待ってます。落ち着いてますか？嬉しい。そう、なんかそのギャップがいいのよって書いてる。ありがとうございます。今日全然スクショタイムしてない。一瞬スクショタイムしよう。ハート。ではスクショタイムが終わったところで続いていきたいと思います。次は、あ、そのさっき話題に出ましたこと、平山舞ちゃん、舞ちゃん、なんでのこんな緊張してんのやろ。平山マイティですね。マイティ、マイティは一応7期生のリーダーとしていつも引っ張ってくれてて、リーダータイプなんですけど、意外とマイティ甘えたでね、いつも前をバーッと蹴って甘えたで可愛いので、皆さんとことんマイティを甘やかしてあげましょうね。ファンの皆様はオールマイティー。ゆないちゃんマイティのお膝に乗ったりしてますけど。次はアンジュことマダムアンジュちゃん。アンジュはもうパフォーマンスとかめっちゃキレッキレなんですけどね、あの知ってる方は知ってると思うんですけど、アンジュ MC とかめっちゃ面白くて、アンジュ見かけによらずめっちゃ天然ちゃんで、見かけめっちゃ大人っぽくてクールなんですけど、でアンジュは突然のことに弱くて、なので皆さんアンジュにはね前もって伝えてあげてください。大切なのでそういう感じで、そうそうそう、突然のことにねアンジュはパニックになっちゃうので、前もってね何かあったら伝えといてあげてください。次は吉野美咲さんですね。美咲、美咲は7期生の最年少なんですけど、ゆなよりも身長が高くて、見かけめっちゃ大人っぽくて、話し方も落ち着いてるし大人に見られやすいと思うんですけど、美咲は意外と泣き虫で、心はねナイーブなので、美咲にはね優しく優しく接してあげてください。美咲チョース。かしこさん、そうガラスのハートやから美咲チョース。英語ペラペラ。ゆななもめっちゃガラスのハートよ。ゆなな、まあユナは最後に言いますね、普通のアドバイスよ。じゃあ取説って意外とね難しくて、何言ったらいいか分かんなくて、ちょっとそんな変な感じになっちゃったんですけど、続いて最後には和田美優さんですね。美優こと和田美優さん。美優は自分でも言ってたんですけど、まあまあとりあえずお顔が天才的ということで、美優は褒めるなら顔面を褒めとけば OK っていうことで。みゆたんはね顔を褒められたら喜びますので、ファンの皆様はいつも顔を褒めてあげてください。みゆー笑ってる。顔面告確かに。って感じでこんな取説になっちゃいました。こんな感じでサクサクっといったんですけど、こんばんは、こんばんは。
ゆなはね、ゆなのね、ゆなはね、本当にあの、なんて言ったらいいの、そう、気にしいな、ね、あの、本当に気にしいなんですよ。単純人間なので、ピオラーさんの言葉、ピオラーさんってあの私のファンの皆様の名前なんですけど、ピオラーさんに言われたこと、ちょっとしたことでも喜ぶし、ちょっとしたネガティブ言葉にも落ち込んじゃうので、こんばんは。本当た、こんな単純人間いてない、いてないんちゃうかってぐらい単純人間で、分かりやすい性格だと思うので、皆さん扱いやすいと思います。私はそう、演技は癖ありめ、シナモンと会話できるね。なんで今日僕のこと、あ、なんで今日僕のこと一回も出してくれないんだ、ごめんね、シナモンくん、シナモンくんのこと忘れてた、忘れてたとか言うんじゃないよ、わーって感じで。ガラスのハート守ってあげたいって言ってくれて、やったすすふくわじ、褒めて伸びるタイプ、褒めて伸びるタイプなんですかね、けど負けず嫌い、負けず嫌いです、めっちゃ泣き虫、泣き虫微妙かな、なんか泣くスイッチがねよく分かってないですけど、ひななんはいい子なので、甘やかします、それがとても有効です、うん、本当にってくってくって、やったー、いいゆなもんポーズしなきゃ、あ、ほんまゆなのポーズ、僕シナモン、じゃあそろそろね時間なので、次のね、次回の明日よろしくの電話したいと思います、先輩に。ドキ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 、オファー誰でしょう、皆さん誰だと予想しますか、誰だと思いますか。もう7期終わったんですよ、今日ユナがラストで、ちょっと待ってくださいね、まあこんな感じで取説大丈夫ですか大丈夫そうですか。なんかいつもさ、ゆなのさショールームってさ、あのどちらかというとあの皆さんとお話しするっていうのが多いから、なんかテーマというテーマをね決めて話せないから、こんな感じで OK か謎なんですけど、待ってくださいね、ではちょっとお電話かけたいと思います、いきます、電話しますね、ドキドキしてきた、出てくださりますかね、ドキドキ、あれ、ちょっと待って、ちょっと待って、出られない、ちょっともう一回かけますね、あれ、ちょっと事故ってます、いけてます
ょっともう一回電話します。あ、もしもし、こんばんは。あ、大丈夫です。え、今見てくださってます？全然ます。はい、大丈夫ですよ。めっちゃ優雅な夜過ごしてるじゃないですか。はい。じゃあ、今生放送中でショールームしてまして、ちょっとスピーカーしても大丈夫ですかね。はい、じゃあ一回スピーカーしますね。あ、その前にスピーカーにしたら、ご自身の、そう、名前とお願いしますね。はい、ではスピーカーします。はい、しました。はい、NNB48 のチーム M、 出口ゆいなです。ゆいなさんです。イエーイ。テンション高いな。ゆいなさんでした。皆さんが一番望んでらっしゃった先輩です。ほんまに望まれてた。はい、大丈夫かな。はい、みんなコメントが、ラビちゃん、ラビちゃん、やっぱり当たった、ブーって来てますよ。ファンの人からさっきに来てたもん。ラビちゃんでしょ。来てますか。まあそうやねんなと思いながらな、はい、見てて。そうですね。はいはい。で、何明日とかって空いてますかね。急なんですけど。空いてないでよか。AKB48 の明日よろしくの出演オファーなんですけど、行けますかね、はい、明日。はい、行けますよ。あ、ありがとうございます。はい、イエーイ。でですね、明日のトークテーマなんですけど、はい、皆さんなんかありますか？なんかさ、はい、コメントで募集しようや。はい、そうですね、コメント皆さんなんかめっちゃピーポーなってる。大丈夫かな、迎えに来られてるわ、どうしよう。そう、ゆいなさんというのどちらもね、奈良県ということで。そうやんな、いろいろ似てるもんな。そう、もうびっくりして似てることが多すぎてな。はい、世界に2人だけしかおらんもんな。そうなんですよ。なんか世界に2人だけしかおらへん超似てる人物みたいなにがゆいなさんというのじゃないかってちょっと最近自分思ってるんですよ。それ70億人いる中で。すっごい確率。なんか奈良津について、奈良県について第一印象とか食べ物グルメツアー。ああ、あ、けどゆなさんといえば食べ物。そうやな、まだ食べ物系やったことないですか？そうやな、あ、でも結構紹介はしてるかもしれない。はい、あ、うん、前の日で1回やってるかも。前の病院何喋ったか忘れた。何しょ、六期生紹介とか来てますよ。ああ、なるほどね。七期生紹介でもいいけどな。七期の第一印象だろうって書いてます。してたりし、ああね、第一印象。まあ、けどゆいなさんから見ての七期生っていうのもありかもしれません。じゃ皆さんそれで大丈夫ですか？うちは大丈夫やで。あ、ゆいなさん大丈夫ですか？皆さん。はい、じゃあ。はい。7期生の印象ということに決まりました。イエーイ、はい、イエーイ。まあ、別に7期生じゃなくてゆなだけの印象を30分喋っていただいても大丈夫なんですけど。しんど。2秒で終わるわ。2秒で終わる。はい、そんなね、表ではそんな意地悪なこと言うゆいなさんですが、中身は普段は、ね、めっちゃね、優しい素敵な先輩なんですけど、ありがとう、かわしてくれて。まあ、なんかユナは結構グイグイ来てくれるから、はい、なんかツンデレになっちゃうねん。めっちゃ可愛いですね。そういうこと求めてなかった。大好きです、ユナさん。これから、ね、はい、来てね、遊びに行こう。はい、遊びに行きます。はい、本当にありがとうございます。電話に出てくださいませ。いやいや、こちらこそです。ありがとう。ありがとうございます。ユナさん大好きです。はい、知ってます。ありがとうございます。バイバイ、ありがとうございました。はい、じゃあポチ切りますね。大丈夫ですか？はい、切っていいよ。はい、じゃあ切ります。バイバイ。はい、ってことでゆいなさんでした。イエーイ。
めっちゃフィーリング合ってるやつ。そうなんですよ、もうリーナさんとあの2日前のね、さえさんの卒この時にもいろいろお話しさせていただいたぐらい仲良くさせていただきまして、ユナリンス好きって言ってください。姉妹もそうなんですよ、もう嬉しいですやっぱね、あのずっとね7期生の中でもあのね絶対最後になったら絶対ゆいなさんに書きようって最初から決めてて、それをね見事思考現実化にできて私は嬉しく思います夕方 NNB きっかけ、いや全然違います。なんかお披露目の時からなんかあのファンの皆さんのおかげでなんかゆいなさんというのが似てると言ってくださったおかげでゆいなさんとお話しすること絡むきっかけを作ってくださいまして、あラビの優雅って何話、あのなんかさっきまでコーヒーゆっくり飲んでたとか言ってたゆいなさんに優雅ですねってお話ししてました。最後じゃなかったら誰に電話つまる、けど誰ですかね。え、7期生の中ってことですか。そう、なんか夕方 NNB の時の大喜利とかでもゆいなさんが言ったこと書いてたことがゆな書いてたり、なんか思考も似ててゆいなさんとあ大変恐縮なんですけど私からしたら、あれ、ゆなのパクリと思われるぐらいね、パクリ疑惑浮上がしてしまうほどね似たようなこと言動を言ってしまうことも多くて、ほんとなんかすごいどこかでつながってそうな先輩です。嬉しい。そうなんですよ、かぶっててまた来るね、ありがとうございます。ちょっと待って、こうって感じでね、運命だって、2人のコンビ、ちょっとゆいなさんにあの相談して決めたいと思います。ゆいなとコンビ組んでくださいますかって、ちょっとそのオファーもいつかしたいと思います。その勝手にねちょっとあの決めるほどそんな無礼な真似はしませんので私ってことでね、あのこういうのね本当に緊張してね、ちゃんと今日もうまく回せてれてた自信ないのですが、あの普段のゆなのゆったり系な普段のゆならしさが出てるショールームを見たいなって方はぜひね個人のルームやってるのでそちらを見てくださったら嬉しいです。バッチリだってよって言ってくれる、嬉しい。時間的にめっちゃけどいい感じのお時間になってきましたが、もうちょっとお話ししたいのでお話ししようと思います。そう、明日は朝配信をしようと思ってます。そう、今毎日配信継続中でございまして、そう、ゆなのショールームのことをピオラハウスと言いますので、皆さんピオラハウスにお越しくださいね。最後にスクショタイムしようかな。そう、さっきね、さっきちょっと聞いてくださいさっきのあの配信始める直前までもうちょっとちゃんとした私服着てたんですよ。けどなんかやっぱこういう性格やから緊張するから、やっぱ普段のいならしさが出た方がいいなと思って、普段最近ちょっとパーカー率が高いからパーカーの方がいいんじゃないってママにも言われたしなんで普通のパーカーにしました。さっきまでもっとちゃんとしてた、なんかちょっと決めてる服やったんですけど、ちょっと普段のゆならしさがあるパーカーにしてみました今日は。なんでね、あのこんな感じ、シナモンも、うん、
みんなが好きなパーカーですそうそうそう、ママなんの受験って、そう、部屋着で。どちらも。そう。ブリックポーズちょうだい。ブリッコ。ブてなわけでね。もう一回自己紹介しとこう。ゆなってなんなん、ゆななんなん、みんなの夢の中にもゆななん。ありがとうございます。大阪府出身、高校3年生18歳のゆななんこと早川ゆなです。イエーイ。こんな感じをやります。早川ゆなです。ぜひ皆さん覚えてくださいね。で、いつもね、毎日配信を頑張っていますので、少しでもゆなの今日で気になったなって方は早川ゆなで検索してフォローしてくださいますと出会えますので、待ってますえへ7000人もの方が見てくださって嬉しい、ありがとうございます。明日は7時半からやりますね。めっちゃ気になりましたって、いつもありがとう。そう、明日はね、研究生公演、ウィルビーアイドル公演もございます。それで私はありがたいことに出演させていただきますので、明日も全力パフォーマンスで頑張りたいと思います。ビめっちゃほっぺた赤くない？すぐあったかいところに行くと あったかくなってしまう現象が。さあ、あの、私のファンの皆様のことをピオラって呼んでいるので、ぜひ皆さんピオラになってください。お願いします。天然チーク可愛いって言ってくれてありがとう。時間ない、あ、ほんまや、あと5分しかない。喋り方が中学生っぽいねって言って。では最後に今日のランキング、なんかこの AKB48 の妙によろしくでは5位以内しか呼べない、呼ばないやつならしいんですけど、13位から読んで大丈夫ですよね。いつも私13位から読んでるんですけど。13位、竹安さん、ありがとうございます。12位、カドピーさん、ありがとうございます。11位、コロワンさん、ありがとうございます。10位、マッツン、ありがとう。9位、いつきくん、ありがとうございます。8位、りゅうじくん、ありがとうございます。7位、ひがしくん、ありがとう。6位、すえひろさん、ありがとうございます。5位、よしよしさん、ありがとうございます。4位、水野のおっちゃん、ありがとうございます。そして3位からは、ちょっとカキカキしたいと思います。ちょっと待ってくださいね。ちょっとここに来てまたシュールな時間が流れちゃうんですけど、ちょっと待ってくださいね。そう、今日は本当はね、レッスンがなかったら 1時間ぐらいね、まるまるショールームやりたかったんですけど、この後も個人ルームでもやりたかったんですけどね、ちょっとどう頑張ってもこの時間が限界だってごめんなさい。この後もね、できないし、個人でもピン。またね、今日少しでも気になってた方は明日朝にやるので、そちら見てくださいましたら嬉しいです。そしてまた明日よろしくに出演オファーが来ること待ち望んでおります。
では3位の発表です。じゃじゃん。3位元気くん、2位ラッチさん、1位たっくんでした。ありがとうございました。OK かな。では最後、時間がある限りスクショタイムをしたいと思います。最近ほんまシナモンくんの主張が激しいんですけど。僕の存在も忘れるなって言ってるので、一緒に映りたいと思います。イエイイエイイエイ。どっちが嫌なの？私です。ユナモンポーズ。ハート。ね、あと時間があったら24時間ぐらいやりたいとこだったんですけど、もうね、あと1分時間がないので、遅れた、あの過ぎたら怖いので、もうそろそろ終わりたいと思います。明日は私のがとても大好きな大好きな大好きな先輩の出口ゆいなさんにが明日よろしくをしますので、ぜひ皆さん明日も AKB48 の明日来てくださいね。では皆さん、バイバーイ。最後まで見てくださいましてありがとうございました。また明日はピュオーラハウスに来てくださいね。早くあげなで皆さん検索してください。ちょっとでも言うの気になってよって方待ってますね。バイバーイ。ありがとうございます。